ガナのクエの時計塔ガナのクエは、カナダのオンタリオ州、リーズグレンビル連合群の町。2006年の人口調査による、通年居住者は5285人。柿の実の居住者は、アイランダーズと呼ばれる。この由来となったセントローレンス側の、サウザンドアイランズは、ガナのクエの最も重要な観光拠点である。ガナのクエ側が長域を貫いており、 また、セントローレンス川は、町南側の境界線に沿って流れている。また、新電図の電極製造を行うコビディアンの工場が、置かれている。ガナのクエは、カナダのオンタリオ州南東部に存在し、セントローレンス川に面した町。継承地、サウザンドアイランズと、観楽地、サウザンドアイランズチャリティカジノを抱える観光都市である。 サウザンドアイランズ・ブリッジを介して、アメリカ合衆国ともつながっており、柿の実の滞在者も多い。また、観光都市としての特殊性から、オンタリオ州警察とは独自の警察組織を持ち、運営している。1 9 1 9年のガナノクエの航空写真現地で、ガナノクエ発音、N、なきと発音される。これは、先住部族の言葉で、 日本の川の上にある町を意味する。キングストン近くの地名、カタラクエとインを踏む。この町の名前を思い出すための語呂合わせに、ザライトウェイ、ザロングウェイ、アンドザガヌノックウェイというものがある。この町の名前は、オンタリオ東部方言で、しばしば、ガンと呼ばれるが、文章上で使用されることは、ほとんどない。1八十七年の測量によるガナのクエの地図。 ジョエル・ストーン大佐に対して製粉所建設用の用地が与えられたことからこの地の開発は始まっている。1812年からの米英戦争中、アメリカ軍はキングストンモントリオール間のイギリス軍による補給系統を妨害するために、しばしば補給所襲撃、略奪を繰り返し、たびたび焼き討ちが行われていた。 ストーン夫人は、こうした襲撃があった際に宝石などの財産を、製粉所の粉の中に隠して、難を逃れたと言われている。1813年、こうした状況に対処するためガナノクエには一家、月足らずの建造機関でガナノクエブロックハウスが、建造された。ガナノクエブロックハウスは八角形の欄干を持ち、五つの、 訪問を備えた建物だった。米英戦争終結後、この建造物は土地の所有者に渡された。ガナのクエには、カナダ国内で最も過密な交通路が3本、接続している。一つは4車線のハイウェイ401号線であり、もう一つは、複線のカナディアンナショナル鉄道本線、さらにもう一つは、セントローレンス側の水運が挙げられる。 また細かく張り巡らされていた、修道軍の恩恵にもよくしており、旧オンタリオ修道2号によって、市街地がハイウェイ401号線に接続している。また、ガナのクエから車で数分の距離にサウザンドアイランズ、ブリッジがあり、その南端では、週間高速道路81号線で、アメリカ合衆国各方面に接続している。 また町の北側にガナのクエ空港が存在し、定期航空路は持たないもののゼネラルアビエーションに利用されている。ガナのクエ警察は、東部オンタリオガナのクエコミュニティの法執行機関である。他の州内の町村が、自らの警察組織を解散して、オンタリオ州警察と契約を行ったのに対し、ガナのクエ警察は解散せず、現在も活動している。この主要な理由には、 ガナのクエの観光地の町とカジノの本拠地という二つの役割がいずれも地域犯罪の増加を促していることが挙げられる。現在の所長は前、オタワ警察所属警部の海流である。ガナのクエはサウザンドアイランズの入り口と呼ばれている。サウザンドアイランズは町の南側を流れるセントローレンス川の中洲郡のことを指す。観光ルートには ボルト城を含む大小の島々、サウザンドアイランズ、プレイハウスとサウザンドアイランズチャリティカジノのサマーシアターフェスティバルをめぐるボートクルーズが含まれている。ガナのクエの劇場サウザンドアイラインズ、プレイハウスは1982年から2つの劇場、スプリンガー劇場とファイアーホール劇場を経営している。また、町当局は、 サウザンドアイランズミュージックフェスティバルも主催している。超北部のガナのクエ空港からサウザンドアイランズに向かって降下するスカイダイビングも行われている。ザメモワーズオブエールスリートルハットリウスワーン・イン・アズニュー・ガヌノックウェイ・ポリスチーフ、ガヌノックウェイ・リポーター、セプテンバー2008。ありがとうございます。